ははいどうもこんにちは今日はたまたまあの前歩いている人が自分の腕時計を見るときの動作がこんな感じでなんか工藤静香を思い出した岩下スティーブンです今回はなんと本を買いました本っていっても漫画じゃないんですよあのー、文字ばっかりの本を珍しく買っちゃいましたはいそれがこれです「荒木ひ彦の漫画術」という本です 僕も皆さんも大好きなジョジョの奇妙な冒険を描いたあの荒木博彦先生が漫画の描き方を教えてくれるという本です。表紙は岸辺露伴と、あとこれが荒木先生の多分自画像ですね。企業秘密を公にするのですから、僕にとっては正直不利益な本なのです。ともう表紙に書いてありますね。でこれ漫画の描き方とは書いてあるんですけど、 はい、僕が持ってるあの背景の書き方ですけど、ってなんですけど、こんな風に大体漫画の書き方の本っていうのは、こういう風に書けばいいんだよっていう図が書いてあるんですよ。でもこの荒木先生の本は、はい、見ての通り、基本的に文字ばっかりのものです。ちなみにね、内容はというと、はい、目次には、なぜこの本を書くのか。王道漫画を書くための黄金の道。地図を携えて王道を進め。 漫画家が見失ってはいけないことジョジョは王道漫画であるこれは僕も実はね納得してるんですよあの読んでない人はあのかなりもうなんか変な漫画なんじゃないかって思ってると思うんですけどジョジョってね実際読んでみると結構王道な部分が多いんですよ今のが始めにです第1章導入の書き方ゆで卵先生と自分の違い原稿を見ずにもせず袋に戻す編集者こんな人いるのか怖いな 最初の1ページをめくらせろ。最初の1ページをどう書くか、丸一。どんな絵を描くか。最初の1ページをどう書くか、丸二。読みたくなるタイトルを探せ。最初の1ページをどう書くか、丸三。いいセリフとは。まあその他にも、第2章、押さえておきたい漫画の基本4大構造。第3章、キャラクターの作り方。これは結構知りたい。で、第4章、ストーリーの作り方。第5章、絵が全てを表現する。 第6章、漫画の世界観とは何か。第7章、全ての要素はテーマにつながる。実践編その1、漫画ができるまで。実践編その2、短編の書き方、終わりに。などなど、盛りだくさんです。こういう文字ばっかりの本っていうのは基本的に読まないんですよ。最後に読んだのが、はい、これですね。THEBOOK、結局、ジョジョじゃねえかっていう話ですけど、これはジョジョ第4部の小説版ですね。 おついちさんといいう方が描いたやつです今度恥知らずの「パプルヘイズ」も読みたいと思ってるんですけどね。まあ、なんで絵の描き方というよりは本当にもう漫画の描き方ですねで中はね一応ね絵も入ってるっちゃ入ってるんですよちょっとだけね拳銃のかっこいい持ち方だとかねあと人物画のデッサンのことについてなのでちょっと。 その各く方の漫画の絵の方にも触れてるみたいなので、絵描く人にもおすすめかもしれません。で、中には、あの、この、この中で解説してる部分を荒木先生が漫画の中で、こんな、ここはこんな風に表現してるよっていうのも、実際のジョジョの漫画を例に書いてくれてたりもするので、結構親切な作りになってるみたいです。と、ちなみに値段は、えー、っとね、忘れた。 まあ確か800何十円かぐらいなんで多分割とそんなに高くもないジャンプコミック2冊分くらいの値段なんでよかったらっ読んでみたらどうでしょうかね僕も久々に文字ばっかりの本を読むんですけど結構ワクワクしてますちょっともう早く動画動画を終わりにしてとっとと読みたいところなんで以上ではいというわけでもう閉めます以上で久々に買った文字ばっかりの本荒木博彦の漫画術の紹介を終わりますそれではまた